よろしくお願いします。ではもうここからはエラーが起こらないはずなので安心して聞いていただければ、起こるとしたら僕の言い間違いぐらい、ちょっとテンションを上げていきたいと思います。では講義の目的ってこういうふうに言われたんですけど、こう全てのところを真面目に話し出すとどれも相当難しいので、もうちょっとやめようと思って、で、まあ、全部は無理だってちょっと一瞬で誘ったので、まあ、比較的最新の、まあ、ちょっとアメリカで研究をやってた時に結構その創薬に関わることを、それこそ会社の人とかと一緒になってやってたことがあるの で実際にこう薬ができつつある様っていうのをこう見てきて、結構それ楽しかったので、ちょっとそれを説明する形で最近よく使われているテクニックとか、あるいは皆さんが習ってきたその RNA seq とかチップシークっていう実際の実験がこういう創薬のプロセスとかにどうやって使われているかっていうのを、まあ、ザクッとシェアしようというふうに思います。でちょっと時間も押してるのでかなり飛び飛びに話します。でとこれは大元のところですけども、そのジェネティクスとエピジェネティクスみたいな言葉を、聞いたことがある方は結構いるかと思うんですが、まあ、これが一体何なのかというのをちょっと簡単に説明したいと思います。でそのジェネティックな変異というふうに言ったら、もう DNA 配列が変わっちゃったということを意味します。で DNA 配列は、まあ、ATGC からなってるわけですけど、そのうちのどこかが僕らのゲノムの中で、例えば A が T になっちゃったとか T が G になっちゃったとか、そういう変異が起こった。で実際設計図そのものに変化が起きたっていうのを、そのジェネティックなミューテーションというふうに、呼んでいると思います。でそのエピジェネティックな変化っていうのは何かっていうと、 DNA 配列は変わんないんですけど、その DNA を取り巻く周辺環境とかが変わって、例えばこうヒストンの収縮が変わっちゃったとか、 DNA がメチル化されちゃったとか、転写因子が来なくなっちゃった、まあ、そういうようなことが起こって起こる変化のことをエピジェネティックな変化というふうに呼んでます。でもう一回ざっくり説明すると、だからジェネティックな変化っていうのは、これさっきの漫画でこの赤いのが DNA で、まあ、ヒストに巻きついている様子を表しているわけですけど、この赤い DNA そのものがおかしくなるっていうのがジェネティックな変化で、その取り巻きのヒストンとかに何か変なことが起こる、本当だったらアセチル化されているヒストンがなきゃいけなかったとか、ミチル化されているとか、そういうことが起こるっていうのはエピジェネティックな変化だということになります。でこのジェネティックな変化っていうのとエピジェネティックな変化っていうのは、基本的にはこう病気とかだとどっちも起こっていることが結構あります。ですごい分かりやすい例として、がん、まあ、悪性腫瘍っていうのを考えてみると、そもそも変化したそのジェネティックな変化っていうのが、本来だったらちゃんとコントロールされて発現してなきゃいけない、例えばミックみたいなのがこう常にこうバカみたいに発現し続けるようになってしまう。で細胞分裂1回やったらもう止まってなきゃいけないのに、ミックがどんつかどんつか出てるせいでもう何回でも分裂してやるっていう風なおかしなことが起こるというケースがあるし、あと僕の好きなやつで BCR エイブルっていうのがあって、エイブルっていうのはタンパク質をリン酸化する酵素なんですけど、そのエイブルのところに DNA が別のところから切れてくっついちゃって、こうなんか変なフュージョンのエイブルが、エイブルができる。でそれ BCR エイブルって言うんですけど、でこの BCR エイブル何がおかしくなるかっていうと、本当だったら適切な時に相手をリン酸化したりしなきゃいけないのに、こう常にこう物をリン酸化しようとする、そういうふうなバカ酵素になってしまって、まあ、がんになるというようなことがあります。でポイントなんですけど、こういうジェネティックな変異がひとたび体の中で起こっちゃうと、そこの部分をその体の中で戻すっていうのは基本的にはまあ無理ですよね、普通に考えて、まあ、最近もしかしたらできるかもって話になってますけど、基本的には無理ということになります。でじゃあエピジェネティックな変化っていうのはどうなんだっていうと、これ DNA の配列は変わってなくて制御がおかしくなってる。で例えば DNA のメチル化のプロフィールが変わる。で DNA のメチル化がっていうのは、まあ、詳しいことは知らなくていいですけど、メチル化された DNA の場所っていうのは転写活性がすごい下がるってことが知られてるので、もし本来だったらメチル化されてない DNA がメチル化されちゃったりすると、本当だったらスイッチがオンになってなきゃいけない遺伝子がオンにならないとか、まあ、そういう問題が起きたりとか、あとは後で話しますけど遺伝子の発現を制御するエンハンサーのレパートリーが変化したりとか、まあ、そういうことが起こると。あとそもそもエピジェネティックな制御を行う遺伝子の変化、これも後で話しますが、そういうことが、エピジェネティックな制御を行う遺伝子のジェネティックな変化っていうのががんの原因になったりしていることもあって、まあ、この2つはかなり密接に絡まっているということになります。でこれが一つのメッセージで、そういう設計図そのもの
A であるべきところが T になったりとかするジェネティックな変異というのは基本的には今のところイリバーシブルだというふうに考えて、巻き戻すことができないというふうに考えているんですけども、その周辺環境エピジェネティックなところの変化というのはもしかしたら後で戻せるかもしれないというふうに今言われています。でこういう考えがエピジェネティックな変化というのをターゲットにして、まあ、疾患を治療したらいいんじゃないのという考えを生んでいる理由の一つだと思います。で今日話したいのは全部はちょっと無理なんですけど、そのエピジェネティックス、つまりチップシークで解析しているということは、つまりまあエピジェネティックなことを解析しているということになるんですけど、そのエピジェネティックスっていうのと、まあ、創薬が上手に結びつきつつある例っていうのをちょっと見たので、まあ、その成功例、ポテンシャルな成功例について簡単に皆さんとシェアしたいなというふうに思います。でそもそも論として、まあ、薬のターゲットをどうやって探すのかという話になって、ここにある3つのことを今日話そうと思ったんですけど、時間の関係でこの RNAi スクリーニングっていうのをやって、どうやって薬のターゲットを探すのかっていうことをざっくり説明したいと思います。これビデオ見ようと思ったんですけど飛ばします。で RNAi っていうのは何かというのを説明しますと、これも真面目に説明しますと多分15時間ぐらいかかるので、簡単に言うと細胞の中にハサミみたいなタンパク質がいると思ってください。でそのハサミみたいなタンパク質は自分だけの状態だったら何をちょん切ればいいのか全然分かんないんです。ただそのタンパク質の中にある21文字ぐらいの塩基配列をポイって放り込んでやると、そのハサミはあ、じゃあその自分が持ってる塩基と似た配列のやつを切っちゃおうっていうことが分かると、かなり擬人的に説明してますけど、そういうシステムがあるんです。あ、知ってる方はちょっと稚拙な説明で嫌かもしれないですけど、でとにかくハサミがいて、そのハサミを案内することのできる小さな RNA、 このセットで動くもののことを、まあ、RNAi というふうに言います。で超簡単にしか、超とか言っちゃった、すごい簡単にしか説明していないですけど、まあ、これを使うとどういうことができるかっていうと、そのガイドをする案内役の小さな RNA の配列というのはこっちで勝手に決められるので、そこを自由にデザインしてやったら自分の好きな配列をちょん切ることができると。つまりそのちょん切る相手がメッセンジャー RNADNA から転写されてタンパク質を作るべきメッセンジャー RNA だったりすると、そのメッセンジャー RNA をちょん切ってしまえばそのタンパクはもうできないことになるわけなんで、まあ、そういうことができるということになります。でそういうたくさんのターゲット配列のセットっていうのを、まあ、ライブラリーとか、まあ、図書館みたいな感じなんで呼んだりするわけですけども、まあ、こういうのを使ってがんを治療するためのターゲットを探したりすることがあります。でちょっと詳細は省くんですが、僕はこの実験がすごい好きなので、ぜひとも説明します。今これ僕実際にやってた実験なんですけど、 B 細胞性の急性リンパ性白血病の細胞が、まあ、飼ってると思って培養してると。でそこにさっき話した小さな RNA を発現するようなカセットをポンって放り込んでやる。でこの放り込む時にちょっと工夫しとくんですけど、その小さな RNA がある細胞っていうのは緑色に光るような感じの仕掛けをします。そうすると持ってる B 細胞性の急性リンパ性白血病細胞の中に緑のやつと、それがうまくいかなくて緑にならなかったやつが出てきます。ちょっともう一回説明しますと、 GFP つまり緑色になってるってことはその小さい RNA を持ってるので、自分が殺したい遺伝子を殺そうとしている細胞で、そうじゃないやつはそうじゃない。これが一つの空間の中に共存することになります。そうすると、その小さい RNA を持っている細胞とそうじゃない細胞の間で同じスペースで用意どんで、どっちが増えるの早いのか、どっちがなくなっちゃうのかっていう競争することができます。で、例えばこの環境を作り出してから、まあ、じーっと10日ぐらい待って、もう一回この緑色のやつの数を数えたら、もともとと全然変わらなかった。で、どういう結論を導けるかっていうと、皆さんが導入した小さな RNA によって破壊したメッセンジャー RNA というのは別になくても細胞は大丈夫でしたよと話になるわけです。でこういうのを見るとすごい嬉しいんですけど、しばらく待ってたら緑色のやつがどんどんいなくなっていっちゃった。こういうことになると皆さんがターゲットにした遺伝子っていうのはこの細胞になきゃいけないもんだったということを推測することができるわけです。でこれをもういろんな遺伝子たちがバーってやるわけで、もう今その製薬会社とかこういうライブラリをいっぱい持っていて、もういろんな人をやったとか、とにかく
もう全部やっちまえということをやります。そうするとこいつを叩いたらがん細胞死んじゃいますよみたいな遺伝子がこうどん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 取れてくるわけです。で、まあ、そういう実験をするのに、まあ、レトロウイルスベクターっていうのを使うんですけど、まあ、それはちょっと時間がないので説明しません。というわけで、ハサミのタンパクにあいつを壊しなさいと命令して、それが細胞の増殖にどういう影響をもたらすかっていうのを調べることっていうのが、そのがん細胞が生きていくのに必須な遺伝子を探す方法の一つです。これだけじゃないですよ。こういう方法がありますよって話で、その他の考え方はちょっと今日は飛ばして、で本題に入ると、前半でも多分10分ぐらいですけど、最初のところで今お話ししたテクニックを使って、実際に結構目の前で抗がん剤候補が見つかって、これもしかしたら薬になるんじゃないかって言って、アメリカでクリニカルトライアルになって、これもしかしたら効くんじゃないかってなってる話があるので、まあ、実際どんな感じだったかっていうのをこれから説明します。でこれ今説明したそのターゲットの見つけ方です。で最初にその僕が所属してたところでやってた実験っていうのは、もうエピジェネティクスを狙おうと、さっきお話ししたバックグラウンドに基づいて、そのエピジェネティックなこと、DNA が巻きついている環境を調節するような遺伝子群というのはいっぱいあるので、とにかくそれを片っ端から潰してみようという実験をしました。でこのスライドはまあ覚えなくていいですけど、まあ、これはちょっと覚えておいていただきたいんですが、そのエピジェネティックな因子というのもいろいろありまして、その DNA が巻きついているヒストンの状態を決めるやつ、まあ、ライターズと言いますけど、例えばアセチル化したりとかメチル化したりとか、そういうことによって遺伝子の転写の活性変えられるの、まあ、そういうライターというのがいるし、もちろん書きっぱなしは困っちゃうので、その書かれた目印をこう消すイレーサーズ、そういうのもいます。あるいはその染色体とか DNA の形を変えちゃうようなやつ、奥まったところにやつを引っ張り出したりとか、まあ、そういういろんなことをするリモデラーズみたいなのもいるし、あとはこういうマークを実際に読むリーダーズみたいなものもいます。こういうやつらが協調的に働いて、例えば髪の毛なら髪の毛、皮膚なら皮膚、まあ、胃なら胃、そういう各場所でゲノムの DNA の設計図からここを読みなさい、ここをこういうふうに使いなさいっていう情報をエピジェネティックな形で決めているということになります。でちょっとあんまり言い過ぎると後で怒られそうです。こういう仕組みがあることが、僕らが同じセットの DNA しか持っていないのにいろんな細胞を作り出せることの、まあ、理由の一つになっているわけですね。で実際にさっきの、とにかくじゃあもうエピジェネティクスに絡んでいるようになると、もう片っ端から片っ端から叩いていって、もうどれを叩いたらがん細胞を殺せるんだというような実験をしたっていうのが、これはあの所属しているところの論文から取ってるだけなんですけど、まあ、こういう結果になります。でこの軸の見方はもう簡単で、これ下に行けば行くほどその遺伝子を潰したら細胞がいっぱい死んじゃったと、だからそういうふうに理解してください。でそれで見つかってきたのが、さっき話したエピジェネティックな制御をするもののうちのリーダー、目印を読むタンパク質です。それが BRD4 というやつです。で BRD4 っていうのはブロモドメインっていうのを持つタンパク質の一群で、もうこんなの覚えなくていいですけど、ブロモドメインっていうのは一回何かっていうと、アセチル化されたヒストンに結合するドメインです。でアセチル化されたヒストンって何だっていうと、そこの部分の転写が活性化されてますよっていう、まあ、目印の一つなんです。 BRD4 っていうのはそういう転写活性をこうプラスの方に持っていくために必要なものでした。でこれはまあどうでもよくて、でそうこうしてとにかくこの遺伝子を叩いたらがん細胞を殺せるって研究をしてたら、ちょっと前に、これ僕が実際そのむっちゃ自分でやってたとかじゃなくて、僕がいたところでやってたって話ですよ。ハーバードのグループがちょうどその BRD4 にかなり特異的に結合するこう化合物を作ってたんです。で名前が JQ1 って言って、この JQ ってこれを作った人がイニシャルが JQ だからっていうだけの名前なんですけど、まあ、そういうのが取れてきた。でそれで僕がいたコールドスプリングハーバーのグループと、そのハーバードのグループがこれ結構活かしてんじゃないかという話になって、その JQ1 ってちょうだいって。でちなみにこの JQ1 を作った人、この論文見ていただいたら分かるんですけど、ジェイ・ブラドナーっていう人で、なんか最近のサイエンスの世界にあったかなりオープンな人です。作ったものはとにかく人にどんどん配って、みんなどんどん使おうぜっていう、かなりオープンなタイプのすごいいい人です。いいとこのお坊ちゃん。でこの JQ1 っていうのは、さっき BRD4、BRD4 を叩いたら白血病死ぬわけなんですけど、 BRD4 の活性部位にくっついて BRD4 を働けなくする化合物だったので、じゃあそれをがんにしたマウスにこうぶち込んでみたら、これちょっと詳細はどうでもいいですけど、ある日から3日後ぐらいにこの赤がバーって体の中に広がってたらがん細胞が広がったって意味なんですけど、同じ状況から始めてこの JQ1 入れておくと、このがん細胞の広がりがかなり抑えられるということが分かりました。
で今のそれ右上のやつがもともと何か何にもないような状態だからコントロールがなんかそもそも初期条件が違うんじゃないのかなっていう気がするのは気のせいです。確かにちょっと違う、ね、左上のやつがその右下と同じような感じになるなら分かるんだけどどうでしょう。これ多分薬入れてるのが Day0 なので、そのそもそも進行が遅いがんになりだしたところ、デイゼロだとある程度はちょっと増えていくってそういう理解右下、はいはい、はい、そのキネティクスのこれ一部のスナップショットを撮ってるだけなんで、まあこんな感じでネズミで実験して、まさか質問が出るとは思わなかったのでちょっとかなりびっくりしましたでですね、あと15分なんですけど、まあとにかく知ってほしいのはこんな感じでターゲット見つけて化合物を作ってる人たちがいると、まあ、そことこうコンビになってその化合物でこう薬になるんじゃないかって話になるって、こうみんなワーイみたいな感じになって、で僕がものすごいツボで、その後チップシークの解析とかでかなり関係してきた部分はここなんです。この BRD4 ってすごいいろんな組織で出てるんですよ。なんですけど BRD4 を叩いて死ぬのってなんか白血病のがんの細胞ばっかりだった、なんかおかしいですよね。だから BRD4 なくても大丈夫な細胞がいっぱいあるんです。でこれもデータどうでもいいです。どうでもよくないですよ、説明はちゃんとしないですけど、 BRD4 を同じく発現している細胞で BRD4 の機能を例えば RNAi とか今の JQ1 っていうのを使って阻害しても全然大丈夫な細胞がある。一方で白血病の細胞はもう本当にがん死にするんです。でちなみにこれ紹介で、BioGPS っていうこのウェブサイトがあって、これ結構便利です。 BioGPS っていうウェブサイトに行って、まあ、ここに遺伝子の名前入れるとマイクロアレイのデータとかが整備されている場合にヒューマンとマウスでどういう発現プロファイルだったかってこう見てくれるって、これ僕自分で見たんですけど、 BRD4 を見るとこれいろんな組織がバーってなる、どう見ても特異的には見えない。詳細はいいですよ、まあ、出てないところとかもありますけど基本的にはかなりの組織で発現しているような遺伝子なのに叩くと死ぬのは白血病ばっかりだったって、すごい不思議な。でこれ一体何のせいで死ぬのかっていうのを、これまあこういうところで大体 NGS の解析が出てくるわけです。 JQ1 で例えば処理したりとか BRD4 の機能を阻害した後に、まあ、タイムコースを取ってもう RNA-seq とかこうワーってやるわけですよ。でそうするといろんな遺伝子の発現が変わってましたということが分かります。でちなみにこの GSEA っていうのは僕はかなり便利だと思っているソフトなんですけど、イメージとしてはある作業をしたときに例えば発現が上昇した遺伝子とか低下した遺伝子のセットを持ってたとして、それで別の実験をしてこう発現をこうバーってプロットします。でその中で別の実験で変化してた遺伝子にこう色をつけてやる。で例えば処理 X をしたときに発現が上昇してた遺伝子が処理 Y ってやっても上昇してたみたいなことが、まあこれをやると分かるんです、まあ、これもオンラインで出てるんで、でそうやって探すわけですけど、これも実は時間があったらもっとネチネチ紹介したかったところで、これ結構生物の実験してると大事だと思うんですけど、まあ、変わってたからって言って大事かっていうとそれは分かんないですよね。全然分かんないですよ。これはもう身も蓋もないんですけど、例えば僕がダッシュしたら足はもちろん大事ですけど、例えば髪がふわって揺れたとしてその髪は大事じゃないですよね。でも走ったら髪揺れるじゃないですか。でもそれ大事か分かんないんで、この変化と大事っていうのはいつもイコールとは限らないわけですね。でそういうのをネチネチ調べるために何が必要かっていうと、まあ、RNA-seq とかで何かした時に迅速に反応するやつはどいつかと、そのなんかアーリーアイズモアインポーダントみたいな感じですけど、とにかく早く反応するやつは大事かもしれないっていう手がかりになるんで、まあ、そういうことするときはあります。でちなみにこの実験で分かってきたのは JQ1 っていうそのとにかく BRD4 の機能を阻害してからそれこそなんか5分10分20分とかで細胞を取ってきて RNA-seq をするとなんかもう5分ぐらいでがんが生きていくのに超大事な MYC っていう超有名ながん遺伝子の発現がガクッと下がるってことが分かったんです。でも だからって言って大事とは限らないですね。でそういう時に何をするかっていうと遺伝学的なレスキュー実験、その MYC の機能を阻害する前にその阻害を絶対に受けないようなミックをあらかじめもう細胞に出しておくと、で自分が実験をして細胞の中にもともとあったミックがなくなっちゃうんだけどそうじゃないミックを入れておく、そういうことをすると、まあ、細胞がなんかまあ死ななくなったりとかがんがちょっと大丈夫になる、こういうところまでちゃんとやって初めて NGS で取れてきた変化っていうのが今見てる現象に本当に大事なんですねっていうことがまあ分かる。結構めんどくさい、はい、というわけでその BRD4 の機能阻害をすることで、まあ、白血病細胞をもうちゃんと殺すことができると。で実際
その BRD4 の阻害剤である JQ1 をはじめ、それ今 IBET っていうんですけど、そういう化合物たちっていうのはもうすでにクリニカルトライアルに入っていて、アメリカでまあそれを使ってどうにかしてまあ白血病を治そうという動きがあります。あともしかしたらヤフーニュースとかをこういっぱいチェックしている方で最近気づいた方がいるかもしれないですけど、この JQ1 って BRD4 だけじゃなくて BRDT っていう精巣で発現しているブロモドメインタンパクの機能を阻害できるんです。でそれでそれを阻害すると何が起こるかっていうと、なんか精子がなくなるんですよ。であるタイムウィンドウだと一応その精子の、生成が戻ってくるので、なんかこう男性の経口避妊薬に JQ1 を使おうみたいな動きが今あって、だそれが最近ヤフーニュースで結構騒いでて、でそれなんかヤフーニュース見てると、もうあたかもそのために作られたかのような話し方をして、これはでも元々は抗がん剤として開発されてたものだということになります。で実際この薬の開発ってなんか見てたらむちゃくちゃ大変で、多分会社の方とかもいると思うんですけど、僕はもともと医学部でも何でもないですけど、実際なんかそばで見てたらそんなに大変なのかと、いろんなテストがあって平均もうなんか十何年かかるんですよね。でお金もむちゃくちゃかかって、そのくせなんか失敗率が高いんですよ。でこういう動きに対して、もうそんなんやってたら患者さんどんどん死んでっちゃうよということで、のストラクチャルジェノミクスコンソーシアムっていう、まあ、すごい巨大なグループが、とにかく片っ端からどんなものに対しても最近そんなのばっかりですけど、低分子化合物を作って、さっきの話した JQ1 を作った J ブラードナーみたいな感じで、とにかくそれをいろんな研究者に配って、で実際どんどん使ってみて、もうめんどくさいことしない でそれで実際に薬になるか見ようよという人たちがいますよ。でそういう人たちも結局その薬がどうして効くのかっていうのを調べるのには、ここで皆さんが今されているみたいな、まあ、次世代シーケンスの解析っていうのは必ずもう出てくるので、まあ、こういうのができるっていうのは非常に大事だと思います。はい、その場合配って使ってみて効果があった場合って特許とかってどっちが取れるか。それはですね、そういうのを固めない人がいるんですよね。結構感動的なんですけど、フェンタイプ出したけど特許取ってない。そう、その iPS と iPS、 ちょっと僕特許とかそんな詳しいわけじゃないですけど、iPS ができた時にそれでこうなんか利権、利権他の利権じゃなくて利益の利に権利をこう固めようとして人たちと、京大の山中先生みたいにこう、その上がみんなが使えるような形の整備をしようとした人たちが分かれて、結局山中先生たちのグループがうまくやったので、今こう世界中の人たちが iPS を使えてるわけですよね。で結構いい例で、最近ゲノム編集ってめっちゃ流行ってるのご存知の人はいるかもしれないですけど、ゲノム編集って今出てる、ちょっとこれ話せないクリスパーっていうとんでもないのが出てくる前に、タレンダ、ジンクフィンガーだっていろんな方法があったのに、やっぱそれをこうなんか書こうとする人がいるんですよね。で例えばジンクフィンガーとかタレン、ジンクフィンガーでしたっけ、は会社のシグマがすごいこう高い特許料とか作ったら、結局なんかみんなあんまり使わなくて、でそしたらクリスパーって別の方法が出てきて、でそのクリスパーを作り出した人たちはむっちゃオープンなんですよね。もう配りまくるんですよ。やっぱそういう人たちがいると科学も進むし、今の話と関連して、まあ、本当の意味でみんなが助かる薬とかができたりするんちゃうかなっていうふうに思いますね。いや、なんかえらい感動したんですよね。なんか自分の話じゃないんですけど。じゃあ開発した人に金は入ってこないですか？いや、金は入るともちろん思いますけどね、もちろん。ただその固めてない感がすごい。だからその論文出すときに送った人 もとにかく自由に使って自由に論文出せと。例えばなんかよくあるのが、自分のマテリアル使ったら自分が論文発表するまでは論文出さないねと、まあ、それは普通にあるけど、まあ、とにかく面白かったらどんどんいけと、まあ、そういう人がまあ いるにはいる。もちろん裏は知らないですよ。その外向きの記事を見たりとかシンポジウムでトークしてたりするのを見るとすごいいい人だなと思うんですけど、裏がどうかは知りません。あと特許とかも詳しくないんで適当なこと言ってるかもしれないで、それはちょっと話3割ぐらいで。でまあ、実際にさっき話しましたけど、こういうブロモドメインインヒビターみたいなのも、このクリニカルトライアルズ .gov っていう、まあ、アメリカのウェブサイト行くとどういう薬がクリニカルトライアルに入ってるか結構すぐ分かるんですけど、まあ、そこにもう入ってるんで、まあ、なんだかんだでアメリカ素早いなと。でちょっとあと5分くらいで10分5分か10分くらいでこの一番好きなところを話したいんですけど、もうすごい基礎的な BRD4 の話に戻って、なんだんだんいろんなところに出てるやつなのに白血病だけ死ぬのっていう話なんですよ。でこれさらにおさらいというか追加なんですけど、この BRD4 ってなんかジェネラルコアクティベーターとしてものすごい理解されてたやつで、このジェネラルってどういう意味かっていうと、まあ、いろんな細胞で出てるっていうのと、これなんですよね、ほとんど全てのエンハンサーとかプロモーターに極在してるんですよ。でそんなやつを叩いたらみんな死にそうじゃないですか。さらになんでとある一部の細胞だけ死ぬのっていうのがもうわけわかんないんですよ。
で実際、まあ、だからこれクエスチョンですよね。こんなジェネラルそうなタンパクなのに、プロモーターでエンハンサーでいろんなスイッチにいるのに、なんで叩くと死ぬのが特異的な細胞だけなのかと。でそれを解き明かしたのがやっぱりオミクス技術だったんですね。で結局それを結構いろんな人が殺到して、僕が所属してた研究室とかもそうで、とにかくみんな BRD4 がどう振る舞ってるかっていうのをチップシークだなんだっていうのでこうどんどんやってたと。でいろんなところが同時に、その同時にって非常に怪しいんですよ、出版のタイミングとしては同時にいろんなところが一緒にメカニズムを明らかにして発表したんですけど、ちょっと自分の巻いたところのボスに対する敬意というかあれで、ちょっと僕が見てた発見のされ方っていうのをちょっと解説したいと思います。で結局ヒントはミックが大事なんですね。 BRD4 の機能を阻害するといろんなところにいるタンパクのくせにミックとか一群のメッセンジャーあるのがいきなりこうズドンと落ちるんです。みんな一緒に落ちるんじゃないです。でそれを起こらないようにしてると細胞死なないと。でほんで、とにかくじゃあ何が起きてるのかっていうことでチップシークして、なんかみんなでミックのローカス見てたんですよ。でこれミックの遺伝子があるところで、ここがいわゆる転写回視点ね。でそうするとまあこれに BRD4 とか、まあ、そのお友達のピークみたいなのがあって、まあ、ふーんと。でこのあとじゃあ白血病の細胞だけ死ぬんだから、なんかこう他の細胞と違うだろうと思って、なんかその所属してたラボの大学院生がいろいろやってたんですけど、このプロモーターのところにいろんな細胞差がないんですよ。じゃあなんでそういうことが起こるのかっていうので、それこそ今日なんで皆さんにブラウザーのデータの見方を紹介だけしたかっていうと、もう本当ブラウザーで見つけたんです。このブラウザーのこれ写真なんですけど、ここからなんかこうクリックするとステップバックできて広いゲノム領域を見ることができるんですけど、見たらなんかミックの 1.7 メガだったと思うんですけど、すごい離れたところになんかむちゃくちゃでかいエンハンサーがあったんです。でエンハンサーって何かっていうと、一言だけこれはもう基礎的な事項ですけど、と転写回視点から離れたところにあるこのプロモーターの活性を、まあ、いじる調節因子です。でしかもこの調節因子、すんごいでっかいエンハンサーのところをよく見たらなんか組織特異的だったんです。これも皆さんに今日紹介したジェノムブラウザーで、さっきちょっと言いましたトラックサーチっていうのをすると、例えばこれマウスだったと思うんですけど、マウスのいろんな細胞、 ES 細胞とかリバーとかスプリンとかサイマスとかいろんな組織のあるヒストン収縮のチップの情報がもうこうやって可視化できる状態になってるんです。でそれ並べて見てみたら、そこで見つけた大きなエンハンサーっていうのがなんかがん細胞、今見てた白血病細胞源ないというわけで、推しとしてはその BRD4 っていうのは確かにジェネラルなタンパクなんだけれども、その機能っていうのは結構エンハンサーに依存してて、だからさっきエンハンサーが好きだっていうのはそういうことなんですけど、そのエンハンサーの働きによって組織特異的な機能が実現されているんだと。だから一見ジェネラルに見えるタンパクは薬のターゲットにしても無駄だよみたいな、確かに言ってる人いたんだけど、全然そんなことないぞって話になってきたわけです。であのすごいでっかいエンハンサーのことを言うにこと書いて、こんな名前を付けた人たちがいて、スーパーエンハンサーと、そういう名前が今ついてます。じゃあそんな雑談してる余裕ないんですけど、このスーパーエンハンサーを見つけた人にすごい冗談で、俺はウルトラエンハンサーを見つけたって言ったら、どう聞いても冗談なのに、なんかむちゃくちゃ気にして、一体どういうエンハンサーなんだってむちゃくちゃ聞いてきて気まずい思いをしたことがあるんですけど、まあ、単にでかいってことです。でこれはもうちょっとまとめるしかないんですけど、そういうエンハンサーの場所とかそのターゲットっぽい遺伝子をアノテートした後に、さっき質問だった話だけども、叩いて RNA シークしまくってどの遺伝子がいっぱい反応してくるのかって調べたら、スーパーエンハンサーっていうのはこういう性質を持ってるやつらだってことが分かった。まずでかいで、なんだか知らないけどその細胞の大事な遺伝子の近くにあることが多いんです。でその大事な遺伝子を制御していることが多くて、でなんだか知らないけどどんなところにでもいる BRD4 みたいなジェネラルコアアクティベーターの阻害にむちゃくちゃ弱い、スーパーなのに弱いっていう、こうなんかすごいスーパーサイヤ人3みたいな感じ、分かんないですよね、はい、なんかそんな感じだったと。でここからの個別のデータ、まずここも説明してる時間ないですけど、でかいっていうのと大事な遺伝子のそばにあるっていうのと阻害に弱いと、そういうことが分かる。でこれ面白いんですよ、これ普通のエンハンサー、これスーパーエンハンサーで、 BRD4 のチップシークのデータなんですけど、BRD4 の機能阻害を JQ1 でやって、まあ、いろんなノードでやるわけですね。で例えば上がっていくのか、
とこのノードでやるとスーパーエンハンサーのとこほとんどシグナルなくなってるのに、だから普通のエンハンサーとかまだ結構大丈夫なんですね。で何だか知らないけどそのスーパーなところから一番先に離れていくっていう不思議な現象があります。でそういうのでなんか去年2013年ぐらいからですかね、なんかエンハンサーって結構古いエレメントなんですけど、これもしかしてすごい大事なんじゃないかというふうに言い出した人たちがいて、このジェノムワイドアソシエーション GWAS とか、あとさっきちょっと話してきた S8B とかの研究してる人たちが、もしかして遺伝子じゃなくてエンハンサースイッチがおかしくなってる病気があるんじゃないのということを言い出した人たちがいたんです。で実際なんかそうみたいで、あの病気の人たちのSNP とかをマップして、それがタンパクコードリージョンなのか非コードリージョンなのかっていうのを調べると、これなんか円グラフでどうやってやったのかちょっと知らないですけど、 93% がノンコーディングのところに行くんだと。でそれよーくアノテーションしていくと、どうもエンハンサーらしいんですよね。でこれ例にとって言いますけど、例えばアルツハイマーの人から取ってきたノンコーディングのところの SNP っていうのを調べると、なんか脳にあるエンハンサーに落ちる、なんかそういうことが多い、ちょっと無理やりっぽい図なんですけど、そういうことが分かってきたみたいです。でこれもそうで、あのがんって例えば増殖しちゃう、しまくっちゃうとか、死ぬべき時に死なないとか、いろんな特徴があるんですけど、そういう特徴を制御する遺伝子のそばのでかいエンハンサーっていうのがどうも大事っぽいってことが分かってきまして、で結局そのエンハンサーをターゲットにしたセラピーっていうのがもしかすると出てくるのかもしれないなという空気に。でさっきも話したけど、結局遺伝子の機能っていうのは細胞によってさまざまなんですよね。ある遺伝子がある細胞でがん遺伝子だったからって、それ全身でがん遺伝子かっていうとそんなことなくて、ある細胞で見たらがん抑制遺伝子じゃんみたいなことがあるわけです。だからどうしても全身でそれをノックアウトしたりするといろんなことが起こっちゃうわけですよね。だから文脈特異的なわけです、機能は。ただエンハンサーってかなり組織特異性が高いので、その細胞系譜特異的っていう特徴を生かして、その遺伝子を叩くんじゃなくて細胞系譜特異的なその遺伝子の制御を叩くと、そういうことを考えている人たちが、今結構増えてきていると思います。でちなみにあの僕の JST エラー島のグループの名前がコンテクストバイオロジーグループになっているのはこれのが理由です。でこれもう確か最後のスライドだと思うんですけど、まあこういうところにこう意識高く受講に来られている方にこんなこと言っても釈迦に説法かもしれないですけど、その大規模シーケンスと、まあ、インフォマティクスっていうのはなんかシーケンスそのものがどんどん安価になって簡単になってるのもあって、なんか当たり前感がかなり強くなってきてますよね。でそういう中で例えばチップシークだったらこれができてこれができないとか、 RNA シークだったらこれができてあれができないみたいなことを、まあ、ちゃんと理解して、まあ、シーケンスデータを料理できるようになったら、まあ、絶対に楽しいと思います。で結局これ意外と時間通りです、まとめですけど、ちょっと喋れなかったところ多いですけど、 RNAi スクリーニングとか、あとは化合物合成、とにかく作ってどんどん配っちゃうみたいな人たちもいると、まあ、それと NGS 解析を本当に有機的に組み合わせることによって、今みたいな感じで本当に偶発的に薬の候補が発見されて、でその作動原理も研究されるみたいなことがすごくやっぱり多くなってきてるし、それはすごい面白いと思います。でこういった役に立つような流れっていうのから逆に基礎的に面白い今のスーパーエンハンサーみたいな話ができてくることもあるし、じゃあもう基礎だと思って転写やってた人がそういう薬がまあ分けられるとか、そういう状況で応用の方に行くっていうこともあって、まあ研究をする方にとってはある意味激動で面白い時代が来てるというふうに思います。まあこんなことをやっているグループで今京都にいるんですけれども、もしその僕のグループの研究に興味があるとかいう方がいましたら、遠慮なく話しかけていただければ喜んでうだうだ喋ると思います。というわけで特刊でしたがここまでです。